いつも番組をお聞きいただきありがとうございます。番組からお知らせがございます。この番組人生を変える出会い連動してですね、今回新たに音声プログラム瞑想の基本と実践というものを北川先生とリリースさせていただきました。この番組でもこれまで何度も瞑想の回お届けしていきますが、今回新たにですね、先生とスタジオでこの音声撮ってきました。まあ、そもそも瞑想とは何か、なぜ必要なのかから具体的な方法、最適なタイミングや頻度に至るまで、瞑想の基礎知識とポイントをまず先生にお話伺っています。そしてその後ですね、先生自ら5つの瞑想の導入をいただいています。緑色、ピンク色、黄金、金色とピンク色、そして金色と緑の瞑想ということでですね、それぞれ先生に導入をしていただいていますので、こちらホームページの方にも記載がありますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。